売上の平均を上げるために必要不可欠なことではないかなと思います。今挙げたような場所っていうのはこう一攫千金なんですよ。本当にJOMU開始3ヶ月未満の方からのご質問です。あ、この方直近の平均売上が5万円から6万円できてるんですね。いや、素晴らしい。この方の爪の赤をタクシードライバーとしてデビューしたての藤野由紀にも飲ませたいですね。はい、どうでもいいですね、そんな話。はい、その方からのご質問は売上の平均を上げたいというご質問をいただいております。はい、すごくシンプルな質問なんですけれども、ただこういう方もあれですけども、とても的を得てる質問だなと個人的には感じました。というのもなぜかと申しますと、今これは都内に限らず多くのタクシー会社さんで未経験の方に対して保証給、いわゆるね、給料を保証してあげるという制度がございます。で、大体期間としては3ヶ月から半年ぐらい、もちろん長いところで12ヶ月ぐらい保証してくれる会社さんもございますが、大体平均すると3ヶ月から6ヶ月ぐらいの間で、これ都内に関してですけども、おおむね30万円ぐらいの総支給での給料の保証をしていただくという制度があります。で、3ヶ月未満ということは今2ヶ月目ということですよね。なのであと2ヶ月もするとですよ、保証制度がなくなって、ご自身の1日の売上の積み重ねがこの方の給料を決めてくるわけです。ですから今のうちから平均を上げていきたいという考え方っていうのはとても理にかなってるというか、ツボを押さえてらっしゃるなっていうふうに感じました。なので、はい、ここちゃんとしっかりとお答えできればなと思います。売上の平均を上げたいということであれば、下振れを抑えましょうっていうのがまず結論です。下振れというのはどういうことかと申しますと、この方今5万円から6万円できているというふうにおっしゃってるんですけれども、まだ新人さんだと右も左もわからない、どこで営業していいのかがうまく照準が定まらないということもあるので、曜日とか関係なしに場合によっては4万円台前半とか、下手したら3万円台後半とかっていうふうになってしまうこともゼロではないと思います。なので5、6万円できてて4万円台の日がありましたら、これ大きく1万円とか2万円ぐらい今の平均からガンクンって下がってしまうと思うんですよね。だからせっかくこう売上を積み重ねてきたのに大きく売上を落としてしまうという事態が発生してしまうと、そこを取り返さなきゃっていうので気持ちの焦りも出てきてしまいますし、場合によっては、わ、前回4万円だったかって、今日も売上上げられるのかなっていうので次の日の乗務すごく腰が重くなるっていうのもあると思います。だから売上の下振れを発生させるようなことをできる限り回避をしていくっていうのが、この売上の平均を上げるために必要不可欠なことではないかなと思います。すごく当たり前なことを言ってて、何言ってんだよと、もっと具体的な話をしようよという部分もあるかもしれません。じゃあどういうことをしてしまったらこの下振れをしてしまうのか。今ね、5万円6万円で乗務を開始して3ヶ月未満っていうことになると、与えられた営業時間をサボらず前向きにね、で休憩もちゃんとしっかり取りながらやっていけば、今の特別区の営業権であれば、このポテンシャルであれば5万円から6万円っていうのは何も夢物語ではないと思います。下振れを回避するためにやってはいけないこと、そういった部分も共有していければと思います。それはズバリ何かというと、はい、一攫千金狙いの仕事は NG です。はい、どういうことかと申しますと、特別区をベースとしたお話になりますが、例えば銀座、東京駅、品川駅とかのいわゆる新幹線の発着口、あとは羽田空港、他にもいくつかあるとは思うんですが、今挙げたような場所っていうのはこう一攫千金なんですよ。本当に金銀財宝が埋まってる可能性があるわけですよ。はい今挙げたような場所って大きな移動、長距離で利用されるお客様も可能性がね、高いんですよね。だから乗務を開始3ヶ月とかっていう風になってくると、多分3ヶ月なのでもう30回近く乗務をされていると思うんですが、この30回以上の乗務の中で1回2回ぐらい満州と言われる、いわゆる1万円以上の長距離、しかもそれも、はい、運転手さん、そこから高速乗ってって言ってピューってこうピューってピューってこうね、飛んでくる、あの爽快感とかも味わってると思います。だからね、この爽快感を味わうと、この爽快感もっと長い時間味わいたいっていうので、1万円どころか2万円3万円って言ってね、新幹線かみたいなね、新幹線仕事を対しての欲もひょっとしたら生まれてくるかもしれません。ただここが不幸の始まりです。いくらその空港とかターミナル駅とか銀座だからといって、タクシーを利用されるお客様全員がね、もうそういって長距離のお客様っていうわけではございません。まあ
これはね変な話、こんなことをねわざわざ説明をしなくてもご理解をしていただいていると思いますけれども、どうしてもやっぱね一発の言葉は悪いかもしれません。破壊力がもう凄まじいので、仮に6万円の目標だとすると2万円の仕事だと、もうその1回の仕事で1日の目標設定の3分の1が達成できちゃうわけですよ。だから1メーターを積み重ねるよりかはやっぱりね2万円一発で売上の3分の1をね達成できる、言葉悪いかもしれないけれども、これほどね楽なことってないと思うから、人間としてはねそこをどうしても欲したくなるっていうのは分かりますけれども、ひとたびこのパンドラの箱を開けてしまうと売上が安定しなくなってしまう。だから今回のご質問の趣旨である平均売上を上げたいっていうところからどん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 遠ざかっていってしまいます。なので今ね少しずつ酸いも甘いも分かりつつある状況下こそロングのお客様を狙いたいっていうのもあるかもしれませんが、今はねそこを狙わずに一組でも多くのお客様をご乗車していただく、つまり回数を重ねていくっていう営業、ここをやっていただく。なのでもちろんねタイミングが合えば銀座とか東京駅、まあ、羽田空港とかも含めて全然その営業場所を活用していただくといいとは思うんですが、花からロング狙いでそこに並びに行くっていう営業方法は絶対にやるべきではないと思います。